お疲れ様です。お疲れ様です。久々にちょっと真面目な話をしようと思います。はい、あの本当に2日ぐらい前にあの、はい、サージエリカで捕まったでしょ。ああ、なんか MDMA LSD LSD コカインってことで、コカイン、コカイン、薬物問題、職人の薬物問題って、まあこれ職人の世界、まあ特に塗装とかって切っても切れんような世界だと思うんだけど、そうですね。でオールだろ、だって横着椅子もね、結局その足場とか中学校卒業者さんは仕事を来て、なんで横着衣連中が結構集まるじゃないですか、現場系の仕事って。なんでそう悪いあれにどんどん繋がっていくんですよね。そうだな、俺はそんなんじゃないよ、俺も違うよ、お前ほそうお前本物みたいやん、なんかお前なんか薬物中毒か、お前違う違う、お前中毒コメント欄に書かれるぞ、こいつ絶対薬中だってダウンでお前喋れるのだろう、たまに俺書かれたやっぱ俺も聞かれるんだよね、結構やっぱ、はい、職人の世界って多いでしょ、はい、実際どう、多いと思うっすね。あ、なんかある、よくゼネコンとか行くと、もう昼飯食わずにトイレに走るってプロテインとかばっかり食ってるんですよ水分使ってるんですね、本当おるんですよ、本当にマジでおるっすね。そうそう、休憩行って出てきたら目がシーおはようございます、朝霞島くんのーって言ってやたらくみたつやつ、いや休憩じゃないもん、休憩です。いや俺も昔職人やってる時は結構大きい現場結構行ったんで、おるよな、やたら汗かくやつとかね、冬なのに臭いんだまた汗が、臭い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 、初めからグッズやっとったんだ、あんな可愛いのにな、まあ勘違いはしてほしくないですけど、もう僕も職人やっとったもんですけど、本当にね、職人やっとってそういう枠ってすっごいあるんですよ。俺もあったしね、若い頃やっぱもう周りが当たり前にやっとるみたいな、はい、世界じゃん、そんな世界ですね。本当にそうじゃん、視聴者でお客さんとか見てるとね、この会社大丈夫って言うけど、はい、で逆にそういう中で打ち勝って朝早くから夜遅くまで働いてるやつってすごいよな、強いっすよね、逆に言ったら、うんうん、あ僕一個あるかもしれないですわ、何何な、現場で何、なんかその結構なんか大きいとことか行くと、うん、その足場を組んで、もうちょっと立ち上がったら、うん、ケツからなんか作業してきたりとかするんですよ、うんうん、ちょうど僕バラシの時にちょっとでかい現場の、うんうん、まあ、塗装の職人が多分あの、うん、ダメを拾っとったんですよ、うん、で僕らダメっていうのはあの要は足場つなぎとかああいうところの、そう、あの足場バラしたところをまたその拾うってことね、綺麗に直すとかね、とかもう、うん、なんていうんですかね、もう決めて僕らもバラしてくんで、その他のなんかちょっとペンキが飛んじゃったもんで、そのペンキのタッチアップとかそうで回ってて、うん、なんかずっとやたらなんかあの、うん、軍手をずっとこれつけてるやつ思うんですよ。じゃマジで、じゃマジで、じゃマジでマジでマジで、じゃ本当に。何なんすよ。何やっとるの。死んだんすね。じゃじゃじゃ。しかも。視聴者みんな勘違いするやつ。じゃ本当にびっくりしたよ。僕普通にパワーバラしとって、ずっとでもデレ集中してなこうやってたんですよ。ってでこうやってどうやってどう。いやいや。なんかさ、足元こいつ何やっとんだろうと思って、普通にパーッとそっちの方行くじゃないですか、うん、死んだ後でも覚醒だって全然なんかもう決まり方が違うじゃん、死んだ後覚醒だ、死んだ後足元で大丈夫か、いや、わかんない、やったことない、多分いや俺もやったことない、俺やったことないですよ、いやでも見たらわかんないですよ、もうだって俺なんかまあ42だもんで、ね、16、7がなくて30年前になるでしょ、そうですね、25年前でしょ、25年前です、街角でずっとあったもん、あうちの中学校なんかさ、先生止めんかったもん、死んだ人と。ほんとやで。マジっすか、うちの中学校ほんとそう。もうみんな人とった、はい。学生の半分人とった。そうなんすよ。そうだけど。いや、1割はおったんちゃうか、俺ほんとにやってないんだ、はい。だけど、その、学校の先生も用止めれんかった。ああ。みんな人とった。もう廊下とかにずっとそんなね、あのジャケットの。はい。でもそこらしに関わったかな。そのジャケっていうのがちょっと怪しいよね、社長がね、ジャケって言ってそんな感じなんですよ、もう読み名も忘れたけど、はい、中学校で俺の同級生、ああそうそうって言ってると思う同級生結構見とるよとか言ってたから、そうそうそうって言ってなので、ね、そのシンナーすると、ま、でちなみにシンナーってあのうちの会社もあるんですけど、トルエンとか、スリーナインか、99.9% って普通のトリオ用シンナーとかって純度が低いから、そうですね、捨てないんだな、頭痛いからでね、なんでこんな詳しいんだって言われてましたけど、ちょっとしないよ、俺やったことないけど、でも 99% でトレインは何パーセントなんだ、トレインが 99.9% です、39っていうの、39っていうのがトレインですね、そういうことか、はい、でトレインとかなんか会社で使うんで、使うっすね、で盗まれるんですよね、盗まれるっす、何で死んだんですよ、いないだろう、結
あ、今そのあれですけど昔は多かったもんな。僕の友達とかあれですもんね、うん、もうよくなんか侵入して取ってきてましたもんね。そうそうそう、塗装屋も狙われるっていうか、はい、まあ、ちょっとしょうもない話になりましたけど、まあ、職人の世界今はもう少ないと思うんですけど、はい、でもおるね、やっぱ本当にね、昼、はい、の休憩とか大きいゼネコンとか行くと、まあ、しょうもないやつもまだまだおるで、はい、まあ、僕らは本当にそんなないし、おるしね、ほんで面接来て、あ、分からんじゃん最初、ちょっとこいつなんか目ギンギンだなと思って、はい、働かせると分かるから、働かせると分かるですね。それでクビになったやつも何ボールだろう、いますね、なんかおったよな。案の定飯食わずにプロテイン飲んで、うん、ご飯食えず、ね、やたら拒絶してくるやつ、いや大丈夫大丈夫大丈夫、確かそいつじゃない、これ次の日あって社長昨日夜夜中の1時ぐらいに僕に喋りかけてましたよねってことで、どうだろう、なんかちょうど思ったんすよ。それ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 、夜中の1時にな、その人っすね。いや1時ってあれだよ、次の日に朝現場で会って、おはようって言ったら、社長僕知ってますよとか言って、昨日夜中の1時に僕に喋りかけてましたよねとか言って、ちょうどだよ、マジですか、ちょ、マジマジ、社長もさ笑っとってたね、はい、笑っとってた、いやバカかお前、何を喋っとんだ、冗談で言っとんかな、そうそう、ずーっとでもずっとその話で、いや知ってますって社長とか言って目ギンギン、僕は分かってるで大丈夫ですよとか隠さなくていいですよみたいな感じでな、アホやなそんな話です、マジエリカもちょっと俺に夜中の記事喋りかけてくれんから、まあ声だけでいい、声だけで声だけであのね、大人になれる、こっちは今喋りかけてますからねこっちは今喋りかけてますからねはい、そんな感じです、はい、今日もしょうもない話でしたけど、はい、また面白い話もしてきますんで、はい、チャンネル登録、チャンネル登録といいね、いいです、お願いします、お願いします、また見てね、